天谷,天谷総一郎、天谷総一郎、天谷総一郎、1983年11月8日帯は、福井県鯖江市出身の元プロ野球選手、外野手、野球解説者。左投げ左だ。妻は、広島ホームテレビアナウンサーの坪山壮子。福井県立福井商業高等学校時代は、バッティングセンスと、俊足から、北陸の一郎と呼ばれていた。 二年夏の選手権大会では、県大会決勝で、都美哲也やり敬一らを擁する鶴が決勝に、延長10回首都をの末、3から2で勝利し甲子園出場を決めている。しかし甲子園では7番右翼手で出場したが、初戦敗退。この時のチームメイトには一学年上に、山木城がいた。翌年の春の甲子園では3番打者として1回戦で、1本塁打を含む3安打。 1>, 1イニングに盗塁の活躍を見せた。夏の甲子園も出場し3期連続出場となった。50メートル走6秒0の俊足と選球眼の良さ、鋭いスイングが認められ、2001年のドラフトで広島東洋カープから9巡目で指名され、入団。背番号は69に決まった。福井省からのプロ入りは同僚の横山隆二以来7年ぶり。 一年目は、二軍で40打数にあんだ、打率。050と、打球が前に飛ばない状態だったが、八式を選びに盗塁を記録した。二年目は、打撃が向上し、二軍で一番を任された。一時は、打率4割を超え、前半戦は二軍の首位打者を独走していた。後半戦になると苦手な外角の変化球を攻められ、打率を落としたが、最終的に二軍成績は打率。 266、6本塁打、27盗塁で、ウエスタンリーグ盗塁王のタイトルを獲得した。失死球が多く出塁率は3割5分を超えた。前年オフから取り組んでいた一本足打法をやめ、元のすり足打法に戻すなど打撃面で、試行錯誤を続けた。初めて一軍の春季キャンプに参加したが、オープン戦打率、133と、結果が残せなかった。 8月20日に、プロ3年前で1軍初昇格したが2打数無安打、盗塁を一つも決められず、30日に2軍降格となった。最昇格後の10月3日の対阪神タイガース戦で、プロ初スタメン、第1打席でプロ初安打を放ち、積極的な走類で2塁を落とし入れるなど、自慢の足も披露した。ウエスタンリーグでは2位に20個差をつけ、 42、投塁で2年連続投塁王のタイトルを獲得するなど、快速ぶりを発揮した。前年オフに、左足靱帯を痛め、春季キャンプでは念座し、開幕に軍スタートとなった。6月14日のウエスタンでの対中日戦では、二投を試みスライディングした際に右肩を脱臼した。怪我に泣き一軍での出場は2試合に終わった。 5月に1軍へ昇格したものの、約1ヶ月で2軍落ち、主にダイソーでの出塁だったが、投類は0、打撃でも8打数0安打とアピールできなかった。一方で2軍では最高出塁率、366、24投類で3度目となる、投類王の2つのタイトルを獲得した。背番号を49に変更した。 4月28日の大半新戦でプロ初本塁打を記録。しかし5月に入り一時期一軍のレギュラーを奪うなど、大きく飛躍するかと思われた矢先、県制球で起類する際に左肩を痛めて、戦線離脱。以後一軍に戻ることはなく、20試合の出場に終わった。春季キャンプで監督のマーティブラウンに、才能、打撃センス、スピードが魅力。 是非使いたいと絶賛され、3月28日の開幕戦、対中日ドラゴンズ戦で一番、中堅守として初の開幕スタメを果たす。4月5日の対横浜ベイスターズ戦での延長10回、ナスの匠から、自身初となるサヨナラアンダを放ち、4月半ばには、首位打者に立つなど、課題だった打撃が大きく向上した。また、前年まで、ボンミスが目立った。 外野守備も本来の広い守備範囲が活かされるようになり、阪神から移籍してきた赤松雅人と共に、鉄壁の外野を形成。最終的に規定打席にわずか3打席届かず、打率も263にまで下がったものの、自己最多の135試合に出場。飛躍のシーズンになった。4月5日の横浜戦では、自身初となるサヨナラ安打を放ち、 その試合のヒーローインタビューでは、美味しいお酒を飲んで明日も球場に来てください。とユニークな発言をして、球場のファムは赤た。4月6日の横浜戦でも、長谷川正之と共にヒーローインタビューに立ち、明日は月曜日で仕事があると思うのでお酒は控えめにと、発言した。4月3日の開幕戦で8番、右翼手で出場。4月は調子は上がらなかったが、 5月になると調子を上げて3番打者に起用され、チーム打率が2割台前半に低迷する中で打率。400を記録して気を吐いたが、5月13日の対阪神戦でファウルを打った際に、右手有効骨を骨折し、長期離脱となった。しかし、驚異的な回復力を見せ、49日後には兄軍で実戦復帰、7月15日の対横浜戦に、3番右翼で、 先発出場し一軍復帰した。骨折の影響で94試合の出場にとどまり、前年同様に規定打席には届かなかったものの、自身初の打率3割5本類が41打点をマークした。オープン戦で打率3位の396をマークし、3番中継手に抜擢されるが、シーズンに入ると打率1割大後半から2割前後を推移する。 深刻な打撃不振に陥り、打撃好調の赤松や広瀬順にスタメンを奪われることが多くなる。後半戦からは多少を持ち直したが、前半戦の不振が響き打率、245と成績を落とした。4月28日の対横浜戦で、チームでは、翔田構造、10月15日の対中日戦で1試合、6盗塁を記録以来21年ぶりとなる1試合、 4盗塁を記録し、8月27日の対、読売ジャイアンツ戦では、延長11回に、野間口隆彦ら逆転サヨナラさよなら3段本塁打を、放ったが、赤松と投手の左右で併用されるなど、完全にレギュラーに定着するには至らなかった。8月22日の対横浜戦では、8回表に、ブレッド・ハーパーが、斎藤優葵から放ったセンターへのホームラン制の、 打球をおよそ1.8メートルのフェンスを駆け上がって、エビソリ状態になりながらも候補。この時、斉藤は、ホームランを打たれたと思い込んでいたため、天谷が補給するのを見て、目を丸くして驚いていた。このようなビッグプレイは8月4日の対横浜戦でも、同僚の赤松が見せており、ちなみその時の投手も、斉藤であった。打者は、村田修一。 アマヤはそれをすごく意識するようになったらしい。二十二日の未明、日本テレビのスポーツニュースで赤松のプレーが特集された際に松田スタジアムに展示されているアマヤはフェンスによじ登ってホームランキャッチする姿を模した激突。アマヤくん人形が紹介されており、わずか一夜明けてそれを現実のものとしてしまった。なお後日、登ったフェンスのすぐ下に クマキラーが、ベープの広告を出していたため、同社からアマヤに、ベープ、薬用ハンドソープなどが送られたことが、広報である、ヒカとシミのブログで明らかになった。同様に赤松も、よじ登ったフェンスに広告を掲載していた石窯、高木ベーカリーから、パンの詰め合わせが送られている。開幕当初から、打撃不振で5月には、打率1割台に、低迷。 二軍落ちも経験した。六月に一軍復帰後は復調したかに見えたが、夏場以降に、再び調子を落として、代打や代走、守備固めでの起用が多くなり、打率、210と不本意な成績に終わってしまった。十二月二十七日に、坪山倉庫、広島ホームテレビアナウンサーと結婚したことを発表。不調のため開幕に軍スタートとなり、五月になって一、 軍昇格。6月にかけて徐々に調子を上げ、6月は16試合連続安打を記録するなど月間打率。373をマーク、一時は打率。327まで上げた。6月中旬からは一番打者として固定して起用され、同月17日の西武戦では、西武ドームで岸高行きから初回戦闘打者初級ホームランを打つなどチームを勢いいけ。 同時期に打撃好調で4番を打った岩本隆弘と共に3位浮上の原動力となった。7月までは打率3割台を維持していたが8月以降調子を落とし、打順も5番や7番に下がったり、相手左投手が先発の試合はスタメンから外れることもあった。それでも8月25日の阪神戦でチーム20年無事となるランニングホームランを打ったり、 9月27日の巨人戦で9回裏に逆転、サヨナラ日、記録上はアンナと外野手の失策を記録した。最終的には打率、264に終わったものの、過去2年を上回る成績を残した。シーズンを通して1軍と2軍を往復する日々が続き、レギュラー定着後以降最小となる34試合の出場に止まった。また、 プロ5年目の2006年以来7年ぶりのシーズン、無本塁打に終わり、打率208と打撃不振に陥った。2軍では75試合に出場し、打率289、3 28本塁打の成績を残した、チームが8連敗していた6月14日、開幕から左打ちの右翼手として1軍に帯同していた松山竜平が前日の西部戦にて左膝負傷したのに伴い、 シーズン初の一軍登録。その日のロッテ戦に一番ライトで、スタメン復帰すると第一打席からヒット、さらに6月15日には2年ぶりとなる、先頭打者ホームランを放ち、チームを連敗から脱出させた。その後も7月2日の読売ジャイアンツ戦や、8月20日の横浜戦でも、先頭打者ホームランを放つ。8月以降は、同林翔太や鈴木誠や、 復帰した松山などにスタメンの座を奪われたものの、左の代打として代打打率333、33代打出類率440の成績を残した。前年より試合数を落とし、30試合打率214、2打点3盗塁だった。5月21日に登録抹消され、それ以降一軍出場はなかった。また、 4月7日の巨人戦で、1点リードの9回に、レフトの守備固めとして起用されたが、亀井義幸が放ったレフトへのフライを、風の影響もあり落球し、二重への進塁を許しその後、井端博和がタイムリーを放ちに二類ランナーが帰り、同点に追いつかれ、最終的にチームは敗戦した。このシーズンは守備のミスも目立ってしまった。開幕一軍入りを果たした。 二戦目に七番ライトで出場し、第三打席で決勝タイムリーを放ちチームのシーズン初勝利に貢献した。その後もスタメン出場の機会に恵まれ、決勝打を放つなど活躍したが、校長は長続きせず6月5日に登録抹消となった。その後も1軍と2軍を往復するシーズンとなり、55試合の出場に終わった。代打で30回起用。 24打数されるも1本も、ヒットを打てないなど、3本の決勝打を放った、開幕後の好長期以外は、打撃不振に苦しみ打率、175に終わった。9月27日、現役引退が、球団から発表された。10月4日、松田スタジアムでの巨人戦で引退試合が行われ、一番中堅守で、スタメン出場、1回裏、菅野智之と対戦し、 心に倒れ現役最終打席を終えた。2018年12月11日放送の RCC ニュース6スポーツコーナーに RCC 野球解説者として出演し、2019年からは中国放送の野球解説者として活動する。自分のバッティングスタイルを守るためにバッターボックスに入る際は小声でセンター、返し、センターと呟いているという。 瞬速のため閉打が少なく、一定以上の長打力もあるので、様々な打順をこなせるユーティリティ性を持つバッターである。選球眼が良く、とは、シーズン打率が2割5分前後で終わっているガイズも3割を大きく超える出塁率をマークしている。一軍に定着した2008年は、左翼、中堅での起用が主で、外野で最も肩力が要求される右翼での出場は、 ほとんどなかったが、外野が広く、右翼線を抜けた打球が、即3塁打につながる松田スタジアム本拠地が変わった2009年は、守備範囲を重視した首脳陣の移行により、右翼手にコンバートされている。昔からいい選手のものはどんどん真似していこうと思っており、スパイクは赤星のりひろ、元阪神、グラブは同僚である、広瀬淳のモデルを着用していると述べている。 モデルとして活躍している田などは、実家が近く幼馴染みであるが、甘屋本人は、モデルというより、単なる友達と語っている、2008年9月9日の中国新聞夕館より、サンフレッチェ広島に所属していた、牧野智明、現在は、浦和レッドダイヤモンズ所属とは、親交があり、実際に広島アスリートマガジン、2009年2月号で対談したことがある。 2017年のチーム連覇達成したとき、菊池亮介が前年の胴上げ中に干潮したのを聞いて、天やも上元総司に干潮を実行した。インタビューでそういうことをするような年ではありませんが、これぐらいの余裕を相手チームに見せつけないとね、とコメントを残した。RCC 野球解説者、楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。